チャオ、あっちゃんです。今日は10月の6日土曜日、あっちゃんのゆるい土曜日を過ごしております。で、今日は下の子と一緒にね、マリオパーティーをしながらちょっとゆるく遊んでるけどね、おやつタイム。今日もゆっくりご飯食べたりね、ゆるくして、オフをしております。のオフのあっちゃん、おやつタイムはコカ・コーラと、この前ね、視聴者さんにもらった青森の酒とは、見てこれ、見て、気づいた、酒とば一郎、とば一郎やん。波の谷間に命の花が二つ並んで咲いている。兄弟船は親父の形見、肩は不意がしけには強い、親父譲りのようでっかい夢がある。ついワンフレーズ歌っちゃいました。酒とば一郎いただきたいと思います。絶対寝ろてるでしょうこれ。いい香り、美味しそうな顔してるうちの子。下の子酒とば大好きな、君にはとば一郎をあげます。いただきます。美味しい。さっきね、唇噛んでん、さっきね、こっち食べた、こっちも紹介したんだけど、紹介したの食べちゃった。貝ひもパリパリ、美味しい。開けたコーラ持っていかれたし、いや、チューハイ飲めばよかったんけど、上がね、もしかしたら迎えに来てよって言ったから迎えに行くんやったらどっかで外食したいなと思うし、分からへんね、帰る前に電話するって言ったから、飲んでしまったらあかんから、コカ・コーラです。うん。あー、とば一郎茶は酒とば、おいしいわ。うん。肉食べます。おいしい。よく噛みやん。噛んで味を出さない。ね。焼き越えたらいいんだな。海鮮がね、パリパリ、ポリカリ海鮮も。海鮮がね、硬くなってね、前は味じゃないけど、おいよ、パリパリ、おいしいねこれ、止まらんねんこれ、つまみながらゲームしとってる。おいしい。地図も見よ、奈良県住んでるやんか、奈良県って日本の中心みたいな、まあ、中心ではないけど真ん中あたりにあるやんか。なら気候的に寒いわけでもなく暑いわけでもなく、ね、緯度が高い低いじゃない、北でもなく南でもないっていうね、中途半端なところに住んでたら海もなきゃね、どこに住んでたらあんまり美味しいもんないねん。奈良県結局自覚言うねんけど、ほんだら極寒に包まれた北の大地って美味しいものあるなぁと、こう暑さなんていうのかな、灼熱の太陽浴びたものって美味しいものあるなって思うね。奈良県民、ゆるいから奈良県から偉人が出てません。はい、はい、自虐ネタが大好き奈良県人です。まあね、日本の始まりは奈良県やからね、こんな日本も奈良県があって生まれた国やからね。そういう自負とプライドはあります。うん、でも美味しいものはありません。奈良県で美味しいもの何って聞かれたら、滋賀せんべい。いや、絶対あかん。まずまず食べたらあかんで。ほんまにまずいで。奈良県で一番美味しいの、牡蠣の外し。ぶれ。これ周りに行け。なるほど、酒とご飯とすると、牡蠣の葉っぱって誰でも作れるの。この周りにも行け。うん、うん、いらないよ、したくてもいいから、
北か南だっけ、北か南。でもね、日本の台所大阪にはうまいもん、大阪にはうまいもんがいっぱいあるんやでって歌がある。俺たこ焼きぐらいしか知らん。たこ焼き、串カツ、お好み焼き、知らん。あ、適当。うん、まあそんな歌もあるぐらいね。大阪にはうまいもん。まあ、大阪食い倒れ、京都木倒れ、奈良なんちゅうか知ってる？寝倒れ。奈良県民何もせんと寝とるから倒れんねん言われんねん。はい、まあそんな話はどうでもいいけど、またね、あの青森県 の、 あの名産品になぜか鳥羽一郎。もうこのギャグ大好き。酒鳥羽一郎。もうこれ見た瞬間笑った笑った、子供と大爆笑したよ。あの三重県の鳥羽だね。ね、あのあっちゃんが時々的マトヤの柿とかある鳥羽っていうとこあるんだけど、その鳥羽のところ出身やねん、鳥羽一郎って、鳥羽一郎さんね。とあと弟の山海とかと、そこの鳥羽のね、ドライブウェイの昔から俺あっちゃん何遍も言って、みんなにこれあっちゃん会う人会う人みんな知っとんのちゃうかってぐらい言ってる話やねんけど、車で一旦ブルーってドライブで友達とね、ちょうど友達が BMW 買ってあっちゃんポルシェ乗った時に一緒にドライブウェイ走りに行こうってビャーって、ほんであのドライブイン鳥羽のドライブインやろうビャーよっての時に、あの上りがあって手羽先なんとかって書いてあって、こう引き体で、引き体ってあの毛質みたいなんで、手羽先美味しそうやな食べようかな、また友達も手羽先美味しそうやな食べようんで、あっちゃんにもう戻ったらしいね、ピャーと待って見たら鳥羽一郎って書いてあって、鳥羽一郎って上りががあっとって、手羽先一郎で手羽先一郎やもんだ、鳥羽一郎やってなんだそれみたいになってさ。まあまあ、それでもうそれからも鳥羽一郎が大好きです。このネタが大好き。ありがとうございます。ネタ別としてほんまマジ美味しい。あのね、あっちゃんね、結構のみりんとかいっぱい入ってる酒鳥羽も美味しいって、美味しいし焼こうでいいんだけど、そうじゃなく、これね、あのほんまに酒と、麦芽と食塩だけだけど、ほんまみりんとかなんやかんやかね、ほとんど入ってないねんね。北海道の全く入ってんのもあるけど、あれはここまでやっこくないね、もうちょっと硬いねんけども、あんまり調味料、調味されてない素材の味、まあ、見てくる、さっきとも大好きだけど、これ、この素材の味に近い、確かにちょっと調味料入ってんね、入ってんねんけど、調味料の、味が勝ってないの、やっぱちょっと硬いねん、歯に挟まるぐらい硬いねんけど、こういうのが好きやねん。ありがとうございました。いや、ほんと、ありがとうございました。プラス酒鳥羽一郎のネタが最高でした。酒鳥羽一郎のネタで笑わせてくれるんだけども、味は本格的で美味しいしね。ありがとう。また上が帰ってきたら置いてたけなかったね。美味しい。貝ひもも美味しい。もうほとんど食べちゃって、上に置いたんだけど、下もね、貝ダメやね。なんか別に何これって言ったら、食べてみて、黙ってた、黙して食べてみて、食べさせたら美味しい。美味しいねん。貝食べられへんけど、これは美味しい。ありがとうございました。マリオパーティーやっと一人で、またさっきあっちゃんと一緒に撮ってるね。また後で一緒にやります。はい。ということで今日はね、酒鳥羽一郎、美味しくいただかせてもらってます。はい、あ、美味しい。こう噛んだら噛むだけね。これ他じゃない、もっと太いね、硬くてこうちぎりやがったらやんないんですよ。あれも美味しいねんけど、ここスライスしてくれてるから、食べやすいし、北海道のフェアで買えへんねがっかりしてよく考えてる。酒鳥羽一郎いただいてやったらと思って、賞味期限もまだあるから、これお正月超えてみてんねん。お昼寝とかも、ね、1月とか言ってたから、お正月休みとかにも食べ物まだ置いてやんねん、いっぱい。順番にね、一気に食べてももったいないし、なかなか手に入らへんね。全国のおいしさを送ってもらって、賞味期限の短いやつから順番にいただいてるんで、ありがとうございます。おいしい。
ぱり違うな、遅いな。今何時？6時には帰るとったのに、電話かかってきやん。まあいいけど、友達晩ご飯食べるからですね、電話してくれよ。まあいいけど、いやー嬉しい。もうほとんどね、口の中にちょっとちっちゃいのしか残ってんけど、まだ口の中で酒の味が、あー美味しいね。酒とば美味しいよ、あちゃん大好きなんです。はい、あれ、うん、酒とばとコーラが合う、美味しい。ということで、今日のあちゃんの、夕方おやつタイム、夕方こんな時間食べたらあかんねんけど、いいね、休みの日はゆっくりゆるくね、もうご飯も食べるよりもおやつとかでね、お腹膨らましてゆるい日曜日過ごしたらいいね。はい、そんな感じで、あっちゃんは今日はゆる日曜日じゃ土曜日はね、ゆるい休日を過ごしております。あっちゃんです。時々ね、あっちゃんチャンネル外界とシャットアウトして休み、家族だけでゆるく過ごすっていうのもありです。一応動画編集してるけどもね、動画こうやって今も撮ってるけどね、一応仕事は仕事でやってるんだけど、あっちゃんはやっぱりコンセプト一日も休まずするっていうのが一つのあっちゃんの最初からの目標やでね、それは守りたい。うん、それと1日10本投稿っていうのが最初の目標だったけど、だんだん無理になってきたけど、やっぱり1日複数本数投稿っていうのがやっぱりちょっと当面のやっぱまだ目標なんでね、そこはやっていきたいんだけどね。うん、あのね、 YouTube 頑張ってやっていきたいと思います。だんだんね、視聴者さんも増えてきて、もうそろそろ8000人も見えてきて、これからもね、頑張っていかなあかんなと思ってるんで、これからもよろしくお願いします。こんなあっちゃんねだけど、ほんまね、みんな応援してくれてありがとうございます。で、もっともっとね、いろんな人に見てもらえるようにね、面白いなって言ってもらえるチャンネルになるようにね、いろいろ頑張っていきます。ではまたね、バイバイ。こんなチャンネル、よかったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これからも見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。